元旦那が事後報告のクソ野郎だった。結婚前は何ともなかったのだが、結婚してしまえば、こっちのもんだと思ったのか、自己中心的なところが目立つようになってきた。勝手に引っ越しを決め、引っ越し先のアパートを契約してから私に報告。転職も事後報告。ちなみに、転職先の給料は、前職の半分以下。私が夜勤を増やして稼げばいいだろうって。これだけされて、ほとほと嫌になり、離婚したい旨を告げると。はいはい。アラサーのお前に、当時24、あとはないんだから、簡単に離婚なんてできないでしょう。と出勤していった。去り際に、今日アリさんマークの引っ越し者が来るから、引っ越し先に荷物を運んでおいてねえ。あ、仕事先には休みの連絡入れとけよ。お前が出勤したら引っ越しできないから。と言われた。荷物をまとめて実家に帰りました。その日の夜に鬼のように電話がかかってきて文句を言ってくるのかと思ったら、俺は私ちゃんの亭主様でしょ？私ちゃんはなんで亭主様の言うことが聞けないんだよ。と泣きながら言われた。アリさんマークの引っ越し者に頼んですらいなかったらしい。引っ越しが決まったのだから、元旦那が勝手に引っ越し業者を気を利かせて頼んでくれていると思った。とめまいがする発言。父がブチギレ、元旦那はビビりながら離婚を承諾。後から元旦那が後に私の体を差し出す予定だったことが発覚。それを知ったとめさんが、ウトに離婚を申請。ウトが、うまいことことを運ばなかった元旦那を、切り捨てたそうだ。その元旦那が、父さんに見捨てられた。母さんもいない。私ちゃん、やり直そう？と、ひたすらミクシーにアップしていた。全体公開で、同情のコメントが寄せられ、事情も知らない奴らが、私を叩きまくってたよ。知らねえよ、バーカ。